ンパスちゃん。はい、皆さんこんにちは。岩手をこよなく愛する岩手在住音楽ユニットアンダーパスのマー君とミカでーす。よろしくお願いします。ミカちゃん、ここはどこですか？え、ここどこよ？駐車場かーい。いよいよ、2020年12月25日クリスマス当日ということで、いよいよ映画煙突町のプペル公開です。ということで、早速ね、公開日当日、僕ら岩手県は北上市、こちら北上のイオンシネマズ、北上さんの方にね、来させてもらってます。15時40分の回かな？15時40分の回です。そうだよね。泣く準備できてます。はい、こちら、ペローン。間に合うかな、これで僕。まあ、しわしわだね。しわしわいやーね、皆さんね、そのメンバーの方たちはね、舞台挨拶の会、はいはい、を見に行くっていうことで、今日、六本木でね、舞台挨拶、どこだったっけ確か六本木でしたよ。それが、全国で中継される劇場は決まっているんですけども、なるほどね。私たちの、あれ、今から西野さん、ここに来られるんだよね。来ません。あ、来ないの？来ていただけないのね。でも、まあ、彼の身を削った命はいますけれども。ああ、そうだよね。映画ね、もう全国に、はい。はい、チケット。じゃーん、これですよ、はい。僕のチケット。ありがとう。これですよ、皆さん。カメラ、見えますということでね。当日券です。はい、当日券ですよ。はい。これも大事ですからね。そうですよ。さあ、そして今日ね、に合わせて僕らアンダーパスをね、映画煙突町のプペルの歌ってみた、踊ってみた、ね、キッズヒップホップダンススクール、スタジオアンダーパスの、ね、うちのスクールの、キッズダンサーのみんなとも一緒にね、こう、楽しく盛り上げさせていただいて、僕らも本当に楽しかったし、まあ、本当に嬉しいことに、もうすでに2000回再生以上のね、僕らの、超えてる。はい、チャンネルのね、動画の中ではダントツナンバーワン。しかもスピード感もすごかったっていうね。2日くらいそうだよ、本当にね、嬉しいし楽しいし、まあこれからもどんどんね、たくさんの方にも見ていただきたいですし、まずはもうね、白物言わずミカちゃん、もう見てきましょうか、行っちゃいましょうか、まずは。はい、それではせーの、行ってみよう。はーい。なんすかそれ。皆さん。もうね、もうダメ僕。もうダメです。本当に。もうマジで、ちょっと呼吸していい？正直、映画大好きですよ。いろんな映画大好きですよ、僕。過去形です。なんでよ。もうね、もうずっとね、過去形でした。なんで。だからなんで。胸がギューッと、もうギューッと。それはね、わかる。ずーっとなんか心臓ギューッてされてる感じでね。胸が苦しかった。苦しかったよね。うん。そうでしょ？もう、ね、もう、ずーっと涙が出てて、だけど映像、もう、めちゃくちゃ美しいから見たいじゃないですか。で、僕ね、皆さん、こうでした、ずっと。氷をこうしてて、こういう状態だったんですけども、ずっと、こうでした。どういうこと？ちょっと待って、見てずっとこうです。え、なんか、どういうこと？どっちかつむれば、なんかこう、全身力入ってる、ずーっとね。なんで？で、涙を止めないと、画面見れないでしょよ、うん。ずっとこうですよ、ずっとこう。声出したくないわけよ、うん、何とかして。多分誰かが一瞬でも、ふってなったら、うん、みんなが、もうその空気はもうね、館内にもう漂ってるわけ。誰かがターンを発したら、うん、もうみんなが、もうカオスな状況になるだろうと。45分過ぎたくらいからずっと僕その状態ですから、もうずっと、ずっと、だってすごいことにね、まさひろくんもね。はいはい、
なんですか。ポップコーンがね、うん、しばらくポリポリ食べてたの。そう、笑いもあるから、よし、まだ大丈夫な、大丈夫そうだなって、食べて、捕まれ始めてから、ってなって、もうブレスコントロールがとにかく大変だったのは、心と呼吸のね、違う映画になる。鬼滅ですか。もう本当にね、やばいですよ。呼吸を制しないと、プペルは制することができないって。さっき言ってたけど、はい、すごい胸がね、長時間にわたり苦しかった。いや、本当にね、うまく言葉にできないほどっていうことだね。そうだね。今まで、うん、涙の理由って、映画を見て泣いた時に、ここでこういう感動だったなっていうのが、はい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 、結構説明できる。今の近しい映画だったら、はい、鬼滅だったら、鬼滅見えましたよ。自分がめっちゃ泣いたところって、うん、あ、ここのこの場面に変わってきたなってことだ。煉獄さんってね、煉獄名。今回はこっからここまでって言うんじゃなくて、うん、すんごい長い時間、うん、ずっとうーんってなってんだよ。もうね、とにかく感動しました。ということで買ってきましたよ。じゃん、これでーす。撮ってるスコップっていう役を、オリラジ藤森さん、すごいいっぱいのシーンで出てきたんだけれども、そう、めっちゃおしゃべりじゃないですか。うん、で、全然もう聞いてないこととか聞かなくてもいいことをずっと喋り続けているのを見て、うん、僕に、僕そんな重要人物じゃない、この人。ちょっと待ってくれ。この動画そろそろエンディングですね、これね。とにかくね、2回3回と、僕も見たいなと思うんで、これから見る皆さんも、ぜひ楽しみに行っていただきたいですし、いや、これからのね、西野さんのこの伝説ストーリー、こっからですよ。今日がスタート。ということで、本日の動画もいいねと思っていただいた皆さん、ぜひ、グッドボタン、そして、せーの、あ、チャンネル登録よろしくね。はい、チャンネル登録よろしくね。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。せーの、バイバーイ。てってのペペル。